さん、はい、あのですね、何でしょう、まあ、星野さんは知ってると思うんですけど視聴者さんが知らないんでちょっと説明したいと思います。はい、あのね、今日火曜日なわけですよ。はい、でこの前の火曜日、この前の火曜日何をしたでしょうか。はい、はい、集まった。あの普通にガチで言っちゃっていいの、うん、あれ AHO のグループに久々に LINE した。ああ、そっちを聞きたくなかった俺は。違った？うん、あのね、ほらブリーチとかをやったって方。あ、そっちか。そう、あのあの後さ、俺手やばかったんだけど。うん、まあそれは置いといて、ブリーチとか企画とかやったのが先週。そう、先週の終わる時にグループライン、はい、HO のグループラインがあるんですよ。に連絡したんですよ。あのみんなが入ってるやつ、みんな入ってないんだけど、まあ、まあ10人ぐらい入ってるやつにラインしたんですよ。で、そのライン内容っていうのがあの今日あの先週のから見て来週の火曜にの8時にあのグループ通話、 LINE にグループ通話ってあの一時同士じゃなくて全員で話せるような会議的な電話があるんですよ。スカイプみたいなね。それで連絡するんで出れる人は出てくださいっていう、久々に話したいからっていう企画にしようと思って、で、あの俺の携帯で取ってお前のその電話で LINE 通話をしてもらおうと思うっていう企画を今日はやろうと思います。ちなみに10人いるうちの見てるのが4人、はい、ちょっと怖いよね。さっき送ったのが4人でしょん。一応大元の見てるの8人なんでしょ。あ、まあ、9人か、うん、俺も合わせたらどうでしょうね。さっき送った既読がね、やっぱ 4で止まってるね。あ、やばいね。でもなんか稲垣は出そうなんでしょ。でむしろ稲垣しか出なさそうなんでしょ。あともう一人がどうなのか分かんない。やっぱね、平日のね8時台が厳しいかもしれない。まあね、やるだけやってみましょうよ。はい、あと2分後です。じゃああと2分待ちましょうか。吹っ切れて、もう稲垣と通話しように変えよう。今この動画の前にテロップ出てるんですよ。なんか多分あの HO メンバー全員集合グループ通話みたいなあるんですよ。で、それで稲垣しか出ないって分かった瞬間にこの動画の後に稲垣と電話しようっていうまた新たな企画を載せてます。 HO メンバー稲垣集合。ちょっともじってみる。はい、はい、じゃあ待ちましょう。アデュー。はい、じゃあもうあともうちょっとなんですけど、今回一応出たとしたらあの HO の同窓会について、あ、まあ前 NG 集出したと思うんですけど、あの同窓会についてちょっと連絡しようと思います。まだあの例の動画は載っけてないんで。あ、40分になりました。なりましたか。じゃあ星野さん、かけます。かけましゅ。かけましゅ。開始しちゃってください。すげえなんか面白いな、斜め。細川と俺がなんか接待みたいな。ここは点灯すんだよ、うん、おそらく。そう、本当にだって稲垣OK来たもん、うん、欲しいな細川。びっくりした、今繋がったの。オッケー、海洋が分かりやすい。稲垣細い工藤待て、うん、見てねえよ。きつそうな。いやでもちょっと待ってみるってのはあり。いや待つよそれ。一回動画を声切ってみて、うん、そうだね、まあ出たらつなぐ、うん、カメラをやってみましょう。じゃあ時間が飛びます。細いもじゃん。え？もしもし。音を聞くせえば。あとあのこれスピーカーフォンにせえば。もしもし。聞こえてる？稲垣？聞こえてるよ。細い久々なんだけど。
久々だな。久々ぶり。ちょっと面白そうだったから参加してみた。あざっす。やるね。俺もう稲垣しか来ねえと思ってたわ。何これ。何もやんない別に。電話。いや。あ、じゃあどもう伝えとく。あ、伝えとけば。あ、来年の2月にあのこのグループ内で同窓会やろうと思ってんの。面白いよこれ。だからとりあえずこのまあ電話で来たやつにまあ伝えようかなと思って。とりあえずね。ああ。ただちょっと今人数がちょっとこれだから。うん。まあ連絡しきれてはないわな。まあ一部に一部にとりあえず。うん。いいよ。いいよ。いいよ。まあ日にちはねまだ決まってないから。はい。とりあえず2月。うん。元気なくねなんか。あ、なんだろうな。うん。俺ぶっちゃけ駆動あたりも来るかなと思ったけど流れ的に。出ないな誰も。いやあいつはあいつは1週間ぐらいしないと返してくんない。うん。最悪のやつ。あいつ出ねえもんだって。あ、これ以上増えないかやっぱり4人。俺も合わせたら。そうそう。うん。4人か。まあでも俺1人だけだと思ったわ。あ、稲垣だけだと思った俺。細い来ると思わなかった。細い来ると思わなかった。あ、既読読んでこういうことかじゃあ。あ、そうだね。多分これ以上増えない。一人絶対見てるよね。ああ。もう一人いるっしょ。見てるとこ。いないか。ああ、いるよね。絶対いる。そういうことです。ああ、マジかでも。まあ、とりあえずほら、星には出てくれてありがとうございますと言わないと。ああ、そっか。ああ、ありがとうね。ありがとう、ありがとうね。とりあえずね。ああ。うん。そうですね。ああ。じゃあ、どうする？とりあえず。まあ、任せますよ。オッケー。じゃあね、また同窓会のことは、多分、近いうちに、多分 LINE で打つから。いや、俺がこの後動画を載せる。ああ、そっか。お前は動画載せる。いや、もうこの切った瞬間に動画載せるから。ああ、わかった。あ、じゃあ、日にちはまあ、今後、決めてくから。ナウンセールですね。そういうこと。うん。じゃあとりあえずじゃあ今日はお開きということで。早い。早いな。でもぶっちゃけこのこと伝えるのもだけだったから実際は。うん。ああ、そう、企画がこれだもんね。ああ。あのね、なんかね、細いの声がね、石村に聞こえる。石村このグループから抜けたかんね、もう。LINE のアカウント変えたんでしょ、ってあいつ。ああ、だから消えたんだよね。ああ、本当だ。石村いないよ。地味にね、10人だから3人ぐらい減ってる。うん。でも逆に意外と残ってるっていうのは。結構残ってるよね。ああ、なんだかんだで。でも反応ないけどね。うん。まあ、形上残ってる。うん。まあ、企画的には成功。俺と星野とあと稲垣さんと細井さんでした。はいはい、あとはどうぞ。はい、何も言うことねえじゃねえかお前。ないんだよね正直。以上。